洗濯は運動だ。洗濯タイムレースに挑むのは土佐勇気選手。ここで体を動かす前にバームスマートフィットウォーターを飲んだ。相当なやる気だ。よーい、さあ勇気選手、勢いよく洗濯物を取り込んでいます。あと取り残しがあったようです。ここでタイムロス。さあこの後が勝負どころだ。洗濯物のシワを伸ばす動きは実にダイナミックだ。ここでもやはりバームスマートフィットウォーターを飲んだ。なんとも干すスピードが速い。速い、ゴール。バームスマートフィットウォーターは体を動かす時の脂肪の代謝を高め、体脂肪を減らす。掃除は運動だ。さあ風呂掃除タイムレースに挑むのは土佐勇気選手。ここで体を動かす前にバームスマートフィットウォーターを飲んだ。相当なやる気だ。よーい、さあうりゃうりゃ。さあ勇気選手、勢いよく磨き始めました。うりゃうりゃうりゃ。これはかなり飛ばしています。自分の顔に見とれない。あと鏡に見とれてタイムロス。ここでもやはりバームスマートフィットウォーターを飲んだ。見事な身のこなし、躍動感があります。ゴール。バームスマートフィットウォーターは体を動かす時の脂肪の代謝を高め、体脂肪を減らす。掃除は運動だ。さあ掃除機タイムレースに挑むのは土佐勇気選手。ここで体を動かす前にバームスマートフィットウォーターを飲んだ。相当なやる気だ。よーい、おー。さあ勇気選手、最初からかなり飛ばしています。さあ重かけて、あった。ここで吸い残しの指摘があった模様です。あと勇気選手、ここでもやはりバームスマートフィットウォーターを飲んだ。疲れをもろともせず飛ばします。ゴール。バームスマートフィットウォーターは体を動かす時の脂肪の代謝を高め、体脂肪を減らす。やっぱこうスポーツドリンクのね CM に出させていただけるっていうね、うん、ことがまずやっぱり夢の一つでもあったんで、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですね。嬉しいね、はい、うん、いやもちろん嬉しかったですし、うん、あの撮影しててなんかすごい楽しかったです、うん、そのこのなんか非日常感あるじゃないですか。日常なんだけどこのなんか家の中に審判のやつがいるみたいな。確かになんかそういうのがちょっとコント撮ってるみたいな感覚もあって。確かにね、すごいなんかめちゃくちゃ楽しかったですね。早く完成が見たいです。確かに、はい、見たい。最近あの一人暮らしをし始めまして、うん、だから家事を今まで全部お母さんがやってくれてたのを自分でやんなきゃいけなくなって、こんな大変なのかと日々あのもう痛感してます、はい、26年間はもう全部お母さんがやってたでしょ、うん、そう、うん、だから27年目からだからやって、ちょっとねそろそろお母さんに来てもらおうかなってちょっと思ってる、ね、いやダメだよ、呼ぶなよ一人暮らししてんだから。バーム飲んで、バーム飲んでとか関係ないって。バーム飲んだらできるからってお母さん、そんなのお前もバーム飲んでやってくれよ。そうですね、うん、ほぼ妻があのやってくれてるんですけど、やっぱちょっとこうご機嫌伺いみたいな感じで、あいい俺やるよって言ってこうお皿洗いとか、それちょっと水回り系は僕がこう本当にあのこれあんまりね言い過ぎると嘘つくんじゃねえってこう言われちゃうんで、そんな大きい声では言えないんですけど、本当にたまにあの時間がある時にあの皿洗いとか、本当にそういうのをさせてもらって。怪しいっすよ。いや本当それぐらいしない。でも結局僕が洗ったお皿とかを見て洗い直しするんですよ奥さんが。だから結局あんま意味ないんでしょうけど。いやなんかだって奥さんがインスタ開設して、うちの旦那はゴミ箱の場所を知らないっていうアカウントを開設してたよ。してましたね。家事してないんじゃない？いやだからそういうのをされると困るんで、ちょっと積極にちょっと今後していきたいなというふうに思いますけどね。洗い物は好きです。俺マジでこれバイトしてた時から率先して洗い物やらせてくださいって言ってたぐらい洗い物が苦じゃないんですよ。なんかもう何にも考えなくていいじゃないですか。順番とか。だからもう洗い物は得意っす。いやでもこの間家行った時、うん、なんか3日分の皿みたいなのがもうパンパンに溜まってたよシンクに。言うなよお嘘つくでお前。その溜めちゃう、聞いたことねえよ。洗うのは得意なの。あやるってスイッチが入ったらってことね。そのスイッチがなかなか入らないっていうだけな。
お風呂掃除、うん、なかなか一人暮らしでお風呂入ることないんですよ。あの浴槽にお湯をためて入るみたいなのしてないんで、別にまあ洗わなくていいかっていうのがなんかこうずっと続いてるんで、ちょっとバーム飲んでお風呂掃除ちょっとやるんで審判で来てもらっていい？なんで俺に来てほしいんだ。俺めっちゃビビビとかっつって、うん、あここ汚れてるよとかやるの。やって。なんでこの格好で。おかしいし。なんでプライベートでお前の家に審判で行かなきゃいけないんだ。ないでしょう。いやありますよいっぱい。だからそれまあ家事のことに関してもそうですけど、うん、これだから米の炊き方とかも知らなかったんですよ。うん、26年生きてきて、洗濯の回し方もそうですけど、うん、でお米が要は炊飯器自分で買うじゃないですか。うん、で買っていざ炊くってなってもなんかうまく炊けないって言ってて、もうべっちゃべちゃになっちゃうんですって。でそんなわけねえだろって思うじゃないですか。で実際にどういう風に炊いてんだって見に行ったら、説明書になんか炊き方みたいに一応書いてあって、具体例ですよ、具体例で2合炊くときは2の目盛りまでつって、あの炊飯器のマークのなんか絵のとこに2のとこに丸がしたんですよ。そこだけ見て1合だろうが3合だろうが目盛り2までしか水入れないんですよ。うん、考えられないやつ。こんな説明書が悪いじゃん。なんでさ具体例なのにさ2から始まる。いやいや2の時は2です、1の時は1、読めやって話。1の時は1でいいじゃん。だからそう全部それ自分で説明書とか読まずに何でもかんでも僕に聞いてくるんですよ。その新しくスマホ変えましたとかっていう時も、その自分でそのデータの移行の仕方わかんないから、ちょっとお兄ちゃんうち来てくんないっつって俺が呼び出されて俺がやるんですよ。もうそういう何でもかんでも聞くのは直した方がいいんじゃないかっていうところですよね。でもそれがなくなったらなくなったで寂しいと思うけどね。そういうこと言うのよ。必ず必ずこういう話になるとこう言うのよ。めちゃくちゃ美味しかったですよ。うん、でも本当に、うん、なんか、うん、従来のスポーツドリンクよりも飲みやすくて、うんうん、美味しいよね。美味しい。レモン風味なのがまた飲みやすいし、うん、なんか普通に日常生活でなんか飲みたくなっちゃうような感じですよね。うん、スポーツとかもちろんしてる時もそうなんでしょうけど、うんうん、今年の目標は現状維持。いやあんまないよ。なんかもっとこう私はこうこうこういうので飛躍したいですとか。違う、もう飛躍させていただいたから。だから一昨年にちょっと仕事をもらって、うん、で去年も忙しくさせていただいて、うん、そして勝負の3年目ですよ、うん、はい、それをもう崩さない。あ、なるほど。本当にこう、うん、もう変わることなくやっていきたい。増えなくていい、減らなくていい、うん、減らなくていいじゃん。同じ仕事量、2021年と同じようにこう頑張って毎日やっていきたい。頑張ってなんか毎日やっていきたい。あんまこういうインタビューで現状維持ですっていうの聞いたことねえけどな。一緒なのね。はい、まあそうですね。僕はあの弟がこの2022年か、うん、あの1月からドラマに出るんですよ。はい、日曜劇場出させてもらうんで、なんとかちょっと僕も今年ドラマに出させてもらえないかというね、これちょっとお願いも込みで、はい、あの今年はなんとか僕もちょっとこうドラマデビューもしていきたいなという。だから僕はもう現状維持なんかじゃないです。本当にもっといろんなところに出ていきたいっていうねことでございます。